皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、真夜中の一人語りスタートさせていただきます。おいしい。あー、いやー、今日はね、制作活動をやってましたね。はい、明日はね、何にもないんで、はい、外出の予定もないですし、はい、何にも予定が入ってない。もうミーティングの予定も入ってないんで、はい、YouTube をたくさん、もう制作は後回しで YouTube コンテンツをたくさん出していきたいと思います。はい、配信の嵐を作ろうと思います。誰が喜ぶんだ、そんなの誰が喜ぶんだよ。吹雪だぞ、吹雪。外は吹雪なのに、なんでコンピューターの中まで嵐が起こるんだよって感じですよね。はい、皆さん お気をつけくださいね。あの、僕の家の周りの方々、つまり、東京23区の方々、はい、雪降るらしいんで、はい、東京雪に弱いですからね。本当東京雪に弱い。はい、大変ですよ。はい、こけますよ。頭打たないようにしなきゃね。はい、ニット帽かぶっていった方がいいですよ、ニット帽。はい、そしたらちょっと頭守れるかもしれないけどね。それをね、あまりにもね、やりすぎるとね、あれです、アラインのヘルメットとかになっちゃうんで、今度は不審者扱いされるんで気をつけましょう。はい、もうその中間ぐらいだと何ですか、あのソフトボール部のあの打者がね、はめるヘルメットぐらいがちょうどいいんじゃないですか。顔が見えますから、なんといっても顔が見えますから。はい、顔を見せないと疑われる。はい、そうですね。はい、気をつけましょう。洗えぬヘルメットやっちゃもう強盗ですから、強盗。はいね、だってそう、店に入るときに外せばいいですよ。はい、けど、アライヌヘルメットなんてね、むちゃむちゃ高いから、盗まれますから、気をつけましょう。はい、いやー、ね、本当気をつけてくださいね。はい、僕はもう、引きこもりなんで、はい、この引きこもりめって感じなんで、ダメなやつめって感じなんで、いや。これでもね、一応あれですよ、なんていうか、何らかしらのコミュニケーションは取ってるんですよ。まあそのいろんなコミュニケーションの手段を使って、はい、今いろいろあるじゃないですか。はいね、だから昔の引きこもりと今の引きこもりって全然違うんでしょうね。はい、引きこもってるとかって言っておきながら、ガンガン悪い友達とメール交換したりとかしてね、今度日曜日遊ぼうぜとかってね、そういう連絡をしてる引きこもりもいますからね。はいはい、いますよ。つまり学校に行ってないっていうだけで、でたまにこうたまり場になってたりすると、確かに引きこもってはいるけど友達むちゃむちゃ遊びに来てんじゃんみたいなね。はい、そういう引きこもりもいるでしょうからね。はいはい、そうですね。いやー、まあ人それぞれですよね、引きこもろうがなんだろうがね。けどほら、今はリモートワークの人とかいるんで、本当に引きこもっちゃうんじゃないですか。明日はリモートワークの人はもう、あ、食事、あ、ウーバーイーツみたいな、こういう時こそウーバーイーツみたいなね、お姉さんとかね、いるんじゃないですか。なんでお姉さんに限定するのかわかんないですけど、はい、ウーバーイーツね。ウーバーイーツなんか稼げる人はすごい稼げるんですって。はい、って聞きましたけどね。はい、1000万いく人とかいるんですってね。その代わりむちゃむちゃ働くらしいですよ。激務の激務を重ねて1000万みたいならしいですね。しかもあのバイクじゃないですか、怪我する恐れもあるじゃないですか。自分でちゃんと保険かけとかなきゃいけないですしね。はい、結構大変な危険な仕事ですよね。はい、危険と隣り合わせですよね、本当に。最近自転車のね、あの悪い乗り方もしてる人多いんでね。はい、平気で
交差点をスラーッと斜めに行っちゃったりするんでね、あれ車の人ほんと怖いんじゃないかなと思いますよ。はい、いやそれはそうと、今日レコーディングしたんですけど、また3回目で OK が出ましたよ。もう一発目で満足してくれないんですよね。僕は一発目でもういいじゃんと思ったんですけど、いやちょっと物足りないとかって言って、はい、2曲目歌ってで、とかって言って、3発目歌ったら、前の方は良かった、後ろの方から撮ることできるのとかって言われて、あできますよとかって、じゃあ後ろ2番の方から4小節ぐらいは感想を流してほしいなって言われて、あもうおっしゃる通りにやりますんでバッチリっすよとかって言って、3回目でようやく満足してくれましたね。大変ですね、仕事プロに頼むと、はい、いくらお友達料金みたいな感じとはいえ、プロに頼むとね、なんか一応名前は伏せてるけど自分の声が世に出るわけだからみたいな感じでね、すげえこう怒ってんじゃないかなこの人、なんか怒ってんですかみたいな感じで歌いに来るんで、ちょっと怖いんですよね本当今日ね、もういい作品作れましたんでね、僕としては嬉しいですけどね、はい、もう一歩取ってきます。あーレコーディングか、レコーディングまた日程決まりました、他の人のレコーディングしまくりですよ、リリースしまくりですよ、ここ今年は。はい、まず3月なのに、はい、まず3月なのにどれぐらいリリースしたんですっけ僕、曲を配信サイト、あの Apple Music とかああいうところに何曲リリースしたんだっけ、数えたらすごいことになると思いますよ多分。審査中のものが2あるけど、それ以外だと1、2、3、4、5、6、7、8、8曲ですか、8曲、ああ8曲だ8曲だ。うわー僕今年8曲配信してます、曲を。ちょっと笑える。ちょっと笑えますね。8曲も曲出してるんですか僕。ちょっと笑えますよ。2ヶ月でですよ。はい。プロのアーティストかみたいなね。プロのプロデューサーかみたいな感じですよね。はい。秋元康なのかって、作曲版秋元康かみたいな感じですよね。ひでえもんだな、2ヶ月で8曲も出すとは。はい、そのうち4曲はウクライナに向けて書いたんで、はい、日本語版と英語版、激しい曲とバラード、はい、それの日本語版と英語版なんで合計4曲、はい、そうなんですよ。これはですね、あれですね、アルバムには入れずにミニアルバムとしてリリースあるみあまとめたいと思ってます、まとめたいと思ってます。今シングルで全部出してるんですけど、それをまとめて一つのアルバムとして出したい、ミニアルバムとして出したいと思ってますね。でウクライナの国旗をジャケットにするという感じで、はいはい、もちろんウクライナの国旗ですよ、はい、そうですね。いやまあ、それ以外にもね、いろいろあるんでね、これからレコーディングしていくものがたくさんあるんで、はい、もう今年何曲作るんでしょうね僕ね、はい、楽しみになってきましたね僕自身が、はい、これいつまでやるんだろうみたいなね、はい、まあ家族構成が変わったらね、そんなことがもしあればね、はい、もう話はガラリと変わるんで、
逆にもそれまでの間はいろんなこういうことをやって楽しんでおきたいなって感じですね。はい、そうですね、はい、そうですね、今だけですからね、ほんとね、はい、だから YouTube もね、はい、どうなるか分かんないですよ。まあその今までのような YouTuber はできないですからね、もし家族構成が変わったらね、はい、もしね、赤ちゃんとか、もしですよ、もし赤ちゃんとか生まれたらですよ、健康な感じで、元気な感じで、そしたらもう登場しますからね、はい、登場しますよ、ここに、YouTube に、はい、赤ちゃんが、機嫌のいい時だけ、はい、泣き出したらすぐ配信ストップみたいな、もうスペースボタン1本で配信止まりますから、はい。配信ってか収録止まりますから、はい、でね、動画に赤ちゃんの名前がつくじゃないですか、多分っていうか必ず、はい、名前はつけなきゃいけないですよね。赤ちゃんがもし生まれたらですよ、もこれ全部もしの話ですからね、はい、全部がもしの話ですよ、はい、if の話です、はい、もし相手ができて赤ちゃんが生まれたらで、首も座ったら出演して、で、その子の名前でプレイリストを作るんですよ、ちゃんと。プレイリストで、その子の名前のプレイリストを作ってチェックを入れておくんですよ。そして、お父さん、僕が出てる赤ちゃんの頃とかの動画、全部消してほしいとかって言われたら、そのプレイリストチェック入れて、ガーってリストアップして、それを全部消していきます。はい。そうやって、いつでも消せます状態を作っておきます。はい、ですね、はい、じゃないとやっぱりね、なんていうかその子にもね登場しない権利があるんでね、はい、まあ、そういうことをまだ何の計画も実現性もないのに語ってますけど、はい、大丈夫かな、こんなんで僕生きていけんのかな、生きていけるとか言ってますけど大丈夫ですか、本当やばいんじゃないですか、本当にね、本当にやばいっすよね、はあ、そうですね、やばいっすね、本当、あ、やっぱりプレイリストで消えますね、はい、簡単に消えるというか、まあ多分消さないと思うんですよ。ただプライベートモードにしときますね。だから僕が見たい時にはいつでも見れると、はい、僕が見たい時にはいつでも見れるんだけど、なんていうか公開されない、公開は絶対にされないという風にしようかなと思います。はい、そうですね、はい、そんな感じでございます。はい、そうですね、だからプレイリスト僕すごいたくさんあるんですけど、100個くらいあるんですけど、プレイリストが、はい、やばいでしょ、はい、管理しとくためのプレイリストとかあるんですよ、人に見せてないプレイリストとか、管理用プレイリスト、はい、そんなのとかあるんでね、はい、まあいろいろちゃんとできるようにしてあるんですよ、はい、ちゃんとできるようにって抽象的だな本当に表現が、けどじゃあちゃんとの中身を聞きたいですか、中身を5分間ぐらいかけて聞きたいですか、そんなことないでしょ、だからちゃんとで済ませてるんですよ、ちゃんとっていう抽象的な表現で済ませてるわけですよ、はい、だってね、本当僕が株の総入れ替えみたいなことをやったって言った時に、最近なんかどうなのとかって言ったら、あ、もう昨日の話だけど相当な株を売って相当な株を買ったって言ったら、え、どんな株を買ったのとかって言うんで、え、言いましょうか、すっごい時間かかるし僕相当労力かかるからすっげえストレスかかるけど全部今からリストアップしましょうかって
冗談で言ったら、あ、いいですって答えが返ってきました。はい。そう入れ替えって言ったじゃんって。まあ、実際には売ってないのもありますし、はい、元から買ってたやつもありますけど、はい、それを買い増しとかね、はい、まあ、結構やり方を変えたんですよ、まあ、投資の仕方をちょっと一部変更したというか、はい、そうですね、はい、まあ、その話しましたね、昨日ね、昨日したような気がする。じゃあもう話しない、もう、はい、そうですね、はい、ウクライナの話しましょうか。ウクライナ、ウクライナ外国の訪問客が来てるのに、なんかそのゼレンスキー大統領と外国の訪問客の500メートル先でなんかロシアのミサイルが飛んできたらしくて、はい、ロシアえげつねえなっていうニュースが流れてましたよね、はい、本当にロシアえげつないですね、はい、本当にその外国のお客さんに被害があったらどうするんだって思いますけどね、えげつねえなって思いますね、本当、はい、プーチンさんの性格出てますなーって感じですね、はい、いやー、まあ世の中ね、もう僕が見てるアメリカでやってる世界のニュースなんてね、もう問題だらけですよ。世界は問題だらけですよ、あれ見たらね。ー本当にいろんな国で、あの日本のニュースでは流れてないようなニュースがたくさん流れてますよ、はい、ほんと、ああ僕は世界を知らないんだなと思っちゃいますね、ああいうのを見るとね。全然僕世界のこと分かってないって、はい、まあ、本当に勉強になってますね。まあ英語の勉強でやってるんですけど、英語の勉強としてそのニュースは見てるんですけど、結果的に世界のことが分かっちゃうみたいなね、便利な配信があるんですよ、はい、だから人のためにもなると思ってこのチャンネルでも流してるんですけど、まあ、ほとんどの人が見たいですね。ほとんどの人が見ないですね、はい、せっかくためになるコンテンツを配信してるのに、皆さんはね、こうなんかゲーム配信実況とか、まあ、そんなのがお好きなんでね、はい、僕のチャンネルなんてね、あんまり見たいものがないんですよ、はい、外国のニュース英語、あーもう見れない、見ない、俺そんなの見ないからっていう人が日本人の 99.9% ですから、はい、はい、ちょっともう一本見て、まあそんなこんなでね、はい、さてさてでね、まあ、僕がね、あれですね、僕は死んじゃったりしたら、僕実は遺言書を書いてないんですよ、まだ。一応行政書士さんとは連絡取ったんですけど、歩いて行けるところにいる行政書士さん、メール打ってみたらちゃんと丁寧な文章書いてきて、書いてきたんで、あ、まあまあとりあえず愛はするかなと思ったんですけど、家族構成が全然変わんないんで書いてないんですよね、遺言書、はい、どうしようかなと思ってますね、はい、そうなんですよ、今中途半端な状態なんでね、僕ね、中ブラリンなんでね、はい、僕の金融資産どこに行くんでしょうね。ねえ、あとゴールドとかプラチナとか、あれどこに行っちゃうんでしょうね、僕が死んだら、はい、僕が計画的に死ねば、ゴールドとかプラチナとか、あと金融資産とか全部お片付けして、ちゃんと渡すべき人に渡しますよ、はい、そうそうそうね、まずは配りたい人に1年で110万円贈与ね、非課税贈与
で金とかプラチナムはそーっと家族に持って行ってもらう、はい。まあ金とかプラチナムはね、実物資産ってそういうところが便利なんですよね。可搬性のある実物資産、はい。まあユダヤ人がねよく使ってましたよね、はい。金だけ持って逃げろみたいなね、はい。ユダヤ人よく引っ越しさせられることが多いんで、逃亡させられることが多いんで、はい。まあ金を持ってましたよね、はい。そうですね。ああ。僕死ぬまでお金を貯め続けて倹約節約の人生するんだろうな。もう先が見えてますよ本当に、はい。本当僕なんてそういう生き方ですよ。ずっと庶民暮らしですよ。なぜか資産だけ貯まってて使わずに死んでいくっていうね、そういう人生ですよ。僕はもう節約と倹約が大好きでたまらない人間ですから、はい。旅行以外は、はい。旅行には金使いますよ、はい。けどね、旅行もね、相手の人がちゃんとスケジュール取れないとね、行けないんでね、僕一人で旅行行く気全然しないですから、はい。だからね、またもしの話になっちゃいますけど、子供が生まれたりしたらね、いろんなところに行きたいですけどね、はい、連れて行って勉強させたいですよ。世の中にはいろんな人がいるって、はい。いろんな目にも合うって旅行してたら、はい、それ全部勉強ですから、はい、実体験ですから、はい、ね、教科書の勉強とはもう話が違いますからね、はい、そういうところにはお金出すんでね僕はね、はい、今日基本的にケチなんでね、はい、節約と倹約をしなければならないじゃなくてしたいっていう、するのが大好きみたいなね、そういう人ですから私は、はい。そうなんですよ、ちょっとナルシストなんですよね、はい。なんていうの、僕はお金を結構持ってるのにそれでも節約や倹約をしている僕が大好きみたいなね、そういうナルシストな傾向があるんですよ、はい。これナルシズムですよね、はい。ナルシストなんですよ。そうなんですよね、はい。旅行にだけはね、趣味にはお金使いますよ、はい。趣味ね、趣味はただね、コレクターにはならないしてます。コレクターにはならない、はい。趣味だからほら、この MacBook だってMacBook Air っていう一番その軽い PC のシリーズの中で最高スペックですからね、全部最高にまでカスタマイズで上げましたから、はい、45万円しましたからね、40万もするノートパソコンってなんだよって感じですけどね、こっちの Windows も45万1円したんですよ、はい、45万もするノートパソコンって何って今の時代にってなるでしょ、はい。そういうところにお金かけるんですよ、はい。そうですね、 PC の入れ替えとか人件費に考えたらむちゃむちゃめんどくさいじゃないですか、はい。ノートラブルで移行できることになってあんまりないですし、まあ、Mac は大丈夫なんですけど Windows はね結構ねやばいんでね、本当ねその辺がね、はい。Mac はねもう結構 楽勝なんで、アップルってすげえなってやっぱ思いますね、はいはい。タイムマシーンでしたっけ、何でしたっけ、わかんないです、よく知らないですけど、はい。まあね、趣味にはお金使いますね。でも僕の趣味ってだから音楽制作とか執筆とかお金かからないじゃないですか。だってパソコン1台買えばもうそれで全部終わるんですよ。自動車と比べてくださいよ、45万って安すぎじゃないですか、はい。 Mac1 台でこと足りるんですよ。だからもう基本ハイスペックにしますよね、やっぱりね。いくら楽器足しても絶対動くみたいな、曲が再生される、ちゃんとその複雑な曲が再生されるっていう、はい、最高スペックだからみたいな。
まあ、YouTube の配信もね楽々ですよ。はい、そうですね。そうですね、まあ趣味にはだからお金使いますよ。はい、あ、けどいらないところには趣味お金使わないですけどね。僕英語の勉強も好きな、っていうか、まあ、外人と結構付き合ってたんで、まあ、日本国籍だけどアメリカ育ちの人とかとも結婚してたんで、はい、だから英語を使う機会多かったん でこれからも使うことあるかもしれないなと思って今でも英語の勉強を続けてるんですよ。けど私今まで英語の勉強を一度も英会話スクールも行ったことないし、英語の本も買ったことがありません。無料の英語アプリとか無料のポッドキャストとか、あとメモを英語で手書きでもタイピングでも書くとか、はい、あとは英会話カフェに行ってコーヒー代も払いますけど、それ以外無料なんですよ。だからそこで外国人と話すとか、もう無料で全部無料で、はい、時間だけはかけましたけど無料で全部英語は勉強しましたから、本当に本当にもうケチなんですよ。はい、そうですよね。で英会話スクール行ってる人いるじゃないですか。僕の勉強法と比べて彼らは伸びないんですよ。はい、伸びないんですよ。はい、やった気になってるだけなんですよ。はい、いや全員がそうとは言いませんよ、けどほとんどの人がそうです。すっごい遅いスピードで英語が上達 していきます彼らは。はい、なんていうかね、あの英会話スクールを社交の場と考えている人もいますしね。はい、彼女見つけに行く場所って思ってる人もいますから、タチが悪いなって思いますよ。はい、本当そうですね。僕は本当に英語を学びたくてやってるんで、という風にやってたらなんか外国人からナンパされちゃって、はい、もう無理やりキスされたりとか、まあいろいろですよ。パターンはいろいろなんですけど、まあとにかく僕は白人ばっかりですよ。なんか白人にモテるフェロモンでも持ってんのかなとか思いますけどね。はい、そうですね、白人にモテるフェロモンとかあったらいいですね。はい、欲しいっすよ。はい、モテたりしてね。はい、そうですね。はい、そうですね。けどね、僕黒人さんとか日本人以外のアジア系の人からは全然モテないんですよね。あとラテン系の人からも全然モテないんですよ。はい、白人からしかモテないんですよ。もうなんかね、なんでかなって思っちゃいますね、ほんとね。はい、フェロモンがそっち系なんですよね、多分ね。はい、日本人で付き合ってた人も色白系が多かった。もうむちゃくちゃですね。ちょっともう一本聞きます。ね、まあなんていうか誰のために言ってるのかわかんないですけど、あの女性の下腹部あるじゃないですか、あれの形はまあはっきり言ってあの国籍の差よとか人種の差よりも個人差の方がよっぽど大きいです。はい、僕日本人とね100人ぐらいとセックス、100人以上、まあ多分120か130かぐらいだと思うんですけど、一応めんどくさいんで100って言ってるんですけど、100以上の人とセックスしましたけど、まあ個人差の方が大きいですね。はい、国籍の差よりも。はい、あと子供産んだ産まないでも違いますね。じゃあ子供産んだ人は気持ちよくないのかっていうとそんなこともないんですよ。はい、それはね、はい、体験しないとわからないですね。はいはいね、はい、いや不倫じゃないですよ、
子供を産んだ後に離婚して親権はその自分が取ったっていう人がいるんですよ。それでまあ次の旦那か彼氏かなんかが分かんないですけど、僕に狙いを定めた方がいらっしゃったんですよ、はい、でその方と何度かセックスしたんですけど、まあすごい良かったですね、はいはい、人によだから子供産んだらダメなんてことはないんですよ、本当に本当にそうです、はい、そうですね。だからね、なんか外人ってどうなのとかバカな質問してんじゃねえよって感じですね、はい、っていうかそういうの知って何になるのっていう感じですよね。知って何になるのかなって本当思うんですよ。じゃあいや自分が白人と付き合えば済むことじゃんって、そしたら答えが分かるよって言いたいんですけどね。だから外人はどうなのっていうふうに聞いて、それを知ってあなたは何か得になるんですかって思うんですよ、はい、だからね、なんか僕おちょくられてんのかなとか感じたりしますよ、はい、相当下の人に、はい、おちょくられてんのかなって、外人どうなのとか、人によるよっていうか人をちゃんと見ろよ、一人一人を、僕は思いますけどね、はい、女とか国籍とかでくくるなよって思いますけどね、はい、そうですね、僕はそういう風にこう勝手なステレオタイプの見方でする人あんまり好きじゃないんでね、はい、嫌いとまでは言わないですけど、あんまり好きじゃないですね、はい、はい、そうなんですよね、うん、僕はね変人なんでね、自分が、だから僕みたいな変人な人はこう、いろんな人がいていいじゃんって思うような性格になるんですよ、自然と、はいはい、けど日本というみんな一緒っていう世界で生きてきた人は、特別な例えば外国人とかだと、あ、わかんねえってなるんですよ。いや、コミュニケーション取ればいいじゃんとか僕なんかは思うんですけど、わかんないからってなっちゃうんですよ。だから自分が想定したもの以外のものが出てきたらうろたえるっていうのは、これみんな一緒っていう教育とか文化が邪魔してると思います、はい、そうですね。なんか日本はいろんな価値観を受け入れる国だとか言われてるじゃないですか。なんか日本はなんだかんだ言って外国からいろんな文化を吸収して、それを吸収したからこそオリジナリティが生まれたとか言う人多いじゃないですか。で僕もそれ自体は賛成ですよ。けど理由はって言ったら、いやビビったから受け入れたっていうだけだと思いますよ僕は、はい、ビビって受け入れただけだと思いますよ。あ、そういうのがあるんすか、あ、じゃあぜひぜひみたいな感じになって受け入れたんじゃないですか、多分受け入れしまったんじゃないですかって、僕はそういう風な感想を持ってますけどね、当時の日本人たちに、はい、なんかビビって、なんかあ、そういうのがあるんすかってぜひ見せてくださいみたいな感じで受け入れしまったんじゃないかなと思ってるんですけどね、はい、もう今も変わんないでしょそういうのが、はい、アメリカ様がこうだって言ったら、あ、そうなんすか、グローバル化ですかって、わかりました、ついてきますみたいなね、はい、そう、ちょっとな、ほんと日本ってずっとそういう国なんだなって思ってますよ、はい、ほんと根っからそういう民族なんだなって、はい、東の果ての日本よっていうね、はい、だからね、日本人のことをね
部別した用語としてサルマネっていう言葉があるでしょ、ね、サルマネ、何でも真似して吸収して自分たちに追いついてくる厄介な野郎だね。そういう部別的なね言葉で言われますけど、はい、逆に言えば学習能力が高いってことですよ。はい、その学習能力を記憶力に使うんじゃなくて、記憶はパソコンがやってくれますから、はい、あのイノベーションに お金と時間をかけてくださいという感じですね。はい、本当に皆さんに頑張ってほしいですね。はい、僕はもう年寄りなんで、はい、もうちょっとって感じなんですけど、はい、そうですね、はい、そうですね。だからこれからの若い人、大学院とかで学んでる人には本当になんかね、JAXA とかいろんなところ、まあいろんなところがあると思うんで活躍してほしいですね。はい、僕が怠けてた分ね、はい、そうですね、本当、本当ね、もしそういう人で親がいないとかだったら、もう養子にとってもいいですよ、はい、本当に、はい、そしたら僕もなんか社会貢献できてるなって感じがしますし、はい、そうですね、本当、はい。そのくらいは思いますね。はい、1億くらいあげようかなとか思いますね。はい、あ、遺産としてね、死んだ時には、はい、この1億でもっと研究頑張ってくださいって、あのお金を気にすることなく研究頑張ってくださいみたいな感じで、したら社会に貢献することになるじゃないですか。はい、結構直接的に、はい、なんか間接的な募金とか僕そういうの好きじゃないんですよね。うん、もっと直接的にここぞっていうところでお金を使いたいんですよね。はい、うん、募金は僕しないっていうかしたことがないですね。はい、募金をするぐらいだったら僕が払った税金で国が頑張ってくれって感じですからね。はい、いくら払ってると思ってんだこの野郎って感じですからね。本当にもう今日も税理士から電話が来て、はい、僕の税理士からちょっと交際費が去年より多すぎるんですけど大丈夫ですかって言われて、あ、じゃあ高い方から削って去年の 1.5 倍ぐらいにしといてくださいとか、もう鉛筆なめなめですよ、鉛筆なめなめ。はい、そうですね、はい、で、日目は何にしますかって言うから、いや僕の今後の不動産投資とかも相談してるんで、不動産先輩に相談してるんで、不動産と事業とどっちにもつけといてください、まあ、不動産 5% ぐらいでいいですって言って、はい、もう税理士さんね、すっごい有名な税理士事務所なんですよ、そこは。だからね、あの細かいんですよ、あのうちの税理士が OK を出したその確定申告に査察が入って問題を起こすようじゃうちの名が汚れるっていう、そういうプライドを持ってる税理士事務所なんで、結構僕に聞いてくるんですよ。はい、けど僕はその方がありがたいですけどね。はい、あ、このここが、名前を言えないですけど、ここがあの確定申告全部処理やられたんですか、あーそうですかそうですかってなるんで、はい、査察入らないと思うんですよね。はい、そうなんですよ。はい、だから本当税理士はね、あの安い高いで選んじゃダメですよ、本当に。一番いいのは本当にね、あのなんていうか、国税庁から一目置かれている税理士を雇うのが本当にいいことですね。はい、本当にそれがいいです。はい、皆さんそうしてください。あの
安く上げようとすればするほど査察が入ります。儲けた時に、はい、来年ね、来年、今年かな、今年か来年かに僕ビットコインを2000万ぐらい売るんで、はい、僕ちゃんと報告しようと思ってます、税理士に。ビットコイン2000万売って元手が100万なんで900万円の利益が出たんですけど、どうすればいいですかって。あ、それは雑所得になるんで結構税率大きいですよとかって言われて、あ、構いません、僕正直に生きていきたいんでって。はい、そうですね、僕追徴課税とか取られるの本当恥ずかしいと思ってるんで、はい、ちゃんと税金を払いたいですね。はい、なんかビットコインがね増えてて面白いんですよ。しかも額がそんな大したことないんで、あの僕の総資産から比べると、だからなんていうかこう人に見せやすいんですよ。はい、だからこの YouTube でも公開してるんですけど、僕の状況を、はい、ね、200万が今2000何百万になってるんですよね。はい、天馬川だ、初の天馬川だ。はい、僕は負けない投資をする方なんで、ある程度の利益が来ると例えば6倍とか8倍とかで売っちゃうんですよ。もうマイクロソフトももうオープン AI でガーンって上がって6倍までいったら、うん、オープン AI が実は大したことねえじゃんとかって言って株価が下がる前に売っとけっていうみたいな感じで売ったんですよ。はい、まあ正解でしたけど、はい、まああとは他にもね8倍とか5倍とかたくさんありますよこれまで。はい、そうですね、まあ情報収集のおかげですよ。運が良かったとも言えますけど、けど運じゃないんでしょ本当はって言われたら、うーんってなっちゃうんですよね。うん、そうなんだよね実はみたいな。はい、一応運だっていうことに済ませてますけどね、人には。はい、あんまり極意教えたくないんで。はい、まあけど情報収集の仕方があるんですよ。はい、誰もがやれることですよ。ただそこに時間をかけるかどうかですよ。はい、サラリーマンしながらそれをやるっていうと、やっぱりねゲームはできもうゲームなんてできない。はい、スマホゲームやってる間に情報収集しなきゃいけない、電車の中で。はい、そのぐらい自分の楽しみを捨てて情報収集しないと投資は勝てません。はい、だから僕は投資に相当力を使ってきました。はい、だから勝って当たり前、うん、負けたら信じられないって感じですね。はい、ちょっともう一本そうなんですよね、ほんとね。でも僕結構苦労してるんですよ、苦労。情報収集ね、はい。まあ、そうですね。これ見てる人少ないと思うんで、まあ、その人のためにっていう、ね、せっかく見てくれてる人のために、ちょっと秘密みたいなものを教えますけど、世界銀行の人口統計と予測のデータとかはかなり重要なデータですね。はい、はい、どの国が人口を伸ばしていって、どの国が少子化で潰れていくのか、世界銀行が公式な形で誰もが見れる形で公開してます。はい、誰でも見れます、英語さえ読めれば。はい、誰でも読めます。はい、それを見るかどうかで投資判断が変わります。はい、それだけなんですよ。例えば一つ言えば、はい、
それだけでどの国に投資すればいいかが簡単に分かっちゃうんですよ。ですね、はい。いや、そんなもんなんですよ。はい。けど人口すぎてむちゃむちゃ重要な情報と思いません？はい。でしょ？はい。それをただ知るだけなんですよ。簡単なことだと思ってるんですけどね、僕は。はい。大きな流れを掴んで20年後に莫大な利益を得る、それを今から仕掛けておくだけです。はい。そうですね。だからなんていうかな、なんかどんな情報がどれだけ価値があるかっていうのを知ればいいだけなんで、だからまあ僕の YouTube 聞いてれば勝手に儲かると思ってるんですけど、僕は。はい。本出しましたとか言ってるじゃないですか、この YouTube で。はい。あ、その本買ってみようと思って買った人が投資で勝つんですよ。はい。はい。まあ、そんなもんです。はい。ちょっとトイレ行ってきます、トイレ。はい、毎日一人から多い時で3人、しかも最後まで聞いてる人が誰だかわからないという、一人もいないかもしれないというこの時間帯に、答えを言うというあのイベントをちょっと起こしてみたいなと思います。ハッシュタグには書きません。はい。まあ、英語が読めない人のために、はい、まずアメリカ、はい、移民を受け入れてる。不法移民は受け入れないけど有能な移民は受け入れてます。なのでアメリカの人口は減りません。それどころか優秀な人たちが集まっていく国であり続けます。ですからダウとかナスダックとか買っとけばいいです。まあ S&P500 は僕は持っててもいいけどあんまりつぎ込まない方がいいんじゃないかなと個人的には思ってますけどね。はい。そうですね。はい。そうなんですよね。結構ね、なんかオールカントリーと S&P 買っておけば絶対儲かるみたいなこと言ってますけど、一つ戦争が起こったらもうたちまちに状況変わっちゃうんでね。はい。まあそれは他の株にも言えますけど、けど、ナスダックとかダウだと逆に戦争が起こったら儲けちゃう企業が多いんで、はい、S&P500 と違って、はい、そういうの考えるとね、はい、とかね、考えとかなきゃいけないんですよ、そういうことを、はい、リスクをね。あと次です、インドです。インド人口とうとう最多になりました。そして
そのインドの人口の相当な割合の人間が大学を出てます。しかも中には超難関の、難関度だけで言えばアメリカのアイビーリーグをしのぐほどの難関校を出ている人がたくさんいます。はい、IBM の CEO、 Google の CEO、 どちらもインド人です。すでにもう結果が出始めてるんです。もっと結果がたくさん出るでしょう。これから気づいた頃にはもうインド株は上がってます。今から仕掛けましょう。はい、私はもう仕掛けてます。もう利益もさっさと出始めてます。はい、今の時点で利益がどんどん出、もうもっと出るでしょうね、これからね。いや楽しみだな本当に。はい、まあ、そういうのはね、ちゃんと情報を仕入れれば答えが分かるんですよ。はい、そうなんですよ。はい、人口は国力ですから、政策を間違えない限りは、はい、政策を間違えない限りは人口は国力です。教育制度が整っている限り。はい、だからアメリカとインドに私はかなり投資してます。あ、日本ですか。日本なんか4万円超えたってね。はい、私の株も上がってますよ。けど日本の株を買いまそうとは全然思ってません。はい、日本なんて全然買わないです。この少子化の中、英語をたくさん勉強し始めたこの日本、大学卒業したら、もしくは高校卒業したら、英語をできる子供たちはみんな外国の大学を出ます。英語が使える大学を。はい、そしてそのまま現地で就職します。日本には所得税も住民税も払いません。じゃあ国債は誰が返すんですか。はい、誰が返すんですか。誰が答え持ってる人います。僕は答え持ってないですね。はい、ハイパーインフレになって、はい、ハイパーインフレになると国債の価値が下がるんですよ。そりゃそうですよね。はい、物価が高くなればなるほど国債の金額は変わらないですから、インフレになっても国債の金額は変わらないんですよ。だから日銀は、っていうか政府は、日銀への借金は物価が上がれば上がるほど国債のなんていうんですか、負い目が少なくなっていくんですよ。だから日本政府はインフレをしたいんですよ。はい、だから皆さんの物を買う時の物価はどん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 上がっていくんですよ。だから投資してない人はもう負け組ですよ。投資をしない人は負け組です。はい、だって物価についていけないんですもん、貯金してたら。はい、だっていくら貯金してても軽自動車が500万とかの時代に来るわけですよ。そのうち1000万になりますよ。あなたの貯金はきっと変わらないんでしょ。じゃああなたの貯金ってどんだけの価値になるんですかって話ですよ。はい、投資しない限り物価の上昇についていけません。はい、はい、だから僕は現金はもうできるだけ少なく持つようにします。はい、けど何かがあった時のためには現金は持ってますけど、一応持ってますよ。はい、けどできるだけ投資に回してます。なぜかっていうところ、ハイパーインフレが起こる可能性が徐々に高まっていくからですよ。けどあのリーマンショックとかと一緒で、落ちる時にはガツンと落ちますからね。ハイパーインフレも
インフレインフレインフレって言われてて、いきなりハイパーインフレが来ますからね。はい。それで日本国政府は国債を返すんです。はい。いや、高くなった日本円を使って、はい、高くなった日本円を使って、つまり税収が上がるわけじゃないですか。インフレになるから税収の金額も上がりますよね。それを使って新券になっちゃった日本国債を返却する、全部借入金を返却返すんですよ。はい、そうです。簡単な論理です。っていうか日本政府はそれをやらないともう持ちこたえられないんですよ。はい。少子化で、しかも英語を学んだ子供たちが外国へ逃げていく、はい、そんな日本で何をすればこの国債を変えられるの、返せるのか、もう答えは決まってるんですよ。ハイパーインフレを起こすしかありません。はい。経済学上そうです。まあ僕経済学科出てるんですけど、はい、経済学上そうなんですよ。はい。だからなんていうかな、子供たちの気持ちを分かってない経済学者が多いですね。はい。だから僕が尊敬している高橋陽一さんも、国債は日本人が支えられるから、日本人の預金で支えられてるからまだまだ借りれるとか言ってるんですけど、僕はそこには反対してます。はい。なぜかって子供たちのことを分かってないからです。高橋陽一さんのおじいちゃんは、はい、英語を学んだ、大学まで行ったらもう、高校まで行ったらもうペラペラになった、外国人ともたくさん交流した、だって学校がそういう制度を作ってくれてるから、短期留学制度とかを作ってくれるから、逆に短期留学制度がない高校になんて行かないから、そうやって英語ができるようになって大学はアメリカとかに行くんですよ。まあハーバードに行った人もいますよね。僕の元奥さんもハーバードですけど、はい、ハーバードに行ける人もちょいちょいいるんですよ。アイビーリーグとかスタンフォードとか UCLA とか、まあアメリカだけでもそれだけあるんですよ。別にアメリカじゃなくてもいいですしね、イギリスでもカナダでもオーストラリアでもニュージーランドでも、英語が通じる母国語に合ってるところはどこだっていいんですよ。はい。日本にいてみんなと同じみたいなやつにはなったら、もう今後の世界食っちゃいけねえってなっちゃうんですよ。はい。じゃあ日本人がさらに少なくなった日本で誰が国債返すんですか。もう経済学的に考えたらハイパーインフレを起こすかデフォルトするかなんですよ。けどデフォルトしたらもう日本は終わりです。デフォルトしたらもう G7 にも入れないですし、てか抜けさせられちゃいますし、まあなんていうか国が終わっていくストーリーを始めるようなもんですね、デフォルトしたら。だからハイパーインフレ起こすしかないんですよ。はい。だから投資はギャンブルだって思ってる人はもう一番最初の負け組です。はい。そうですね、皆さん投資しましょう。で、自分のお金をできるだけ増やしましょう。そしてできれば僕みたいに20以上の通貨に化けさせときましょう。はい。そうですね、僕は相当な額を外貨に変えてますよ、しれっと。はい。だって日本円に信用がないんですもん、あんだけ借金してたら。全然信用できないです。
はい、論理的に考えておかしくないですか。今国際すごい額になってますよ。毎年お金借りてるんですから。毎年お金借りてるんですよ。どうします、これ返せるんですか。いや普通に家計として考えてくださいよ。簡単な話じゃないですか。はい、まあ確定に考えれば、まあサラリーマン夫婦、夫がサラリーマンの夫婦、まあ妻はちょっと 子がある程度小学生とかに入ったんでパートみたいな夫婦が1億円の借金を抱えたと思ってください。どう返しますねえ、どう返します。ね、答え出せますか。手法見つかりますか。はい、家庭じゃ見つからないんですよ。はい、けど政府なら答えが出せるんですよ。それがデフォルトかハイパーインフレなんです。それが政府のできることです。逆に言うと政府だったらそれができちゃうんでやっちゃうんですよ。だからやっちゃうリスクを考えましょうってことです。はい、そうですね。まあ音も止まったところで、はい、今日はこのぐらいにしときましょうか。はい、真面目なことばっかり言ってすいません。ハッシュタグには残しません。はい、最後まで見てくれた人のためにハッシュタグには書きません。はい、やっぱり僕はちゃんと見てくれた人を大事にしたいと思うんで、はい、うん、僕も結構時間作ってここ喋ってんでね、はい、うん、自分がその時どう考えてたかを思い起こすためっていう日記っていうね目的が一番強いんですけど、はい、うん、ハッシュタグ見れば自分が何喋ったか分かるじゃないですか。だから後で、あ、こんなこと喋ってたんだなとかハッシュタグで見ればもうすぐに自分のそのどの辺で何を喋ってたか分かるんで、はい、だからわざわざハッシュタグつけてるんですけど、うーん、なんか僕はやっぱり、うーん、なんだかしら社会貢献したいんで、はい、だけど僕ができる社会貢献ってボランティアとかでなんか被災地に行くとかじゃないと思うんですよ。なんか日本国民に現実を知らせてどういう手法で生きていけばより安全に、そして、まあ苦労しない形で生きていけるかっていうことを情報発信する方が僕はよっぽど社会貢献になると思ってるんで、僕みたいな人はね、はい、だからまあやってるところがあるんですけどね、はい、時間使ってね、はい、まあね、まあこれが多くの人に届くといいなと思ってるんですけど、まあなんせね、なんせ視聴者数が視聴者数がこれなもんだからね、もうほんの 0.00001% の人しか伝わらないんですよね、これがね、はい、もしかして誰にも伝わらなかったりしてね、途中でプツッと切ってね、はい、まあ、その場合はね僕のね演説の練習っていうことになるわけですけど、はい、そうですね、まあね、皆さん稼ぎましょうよ、はい、うん、
ていうかもう稼がないと生きていけないですよ。もうそういう時代ですよ。はい。アメリカと同じです。はい。稼げなかったら家を追われる、ホームレスになる。それがアメリカの現実ですから。はい。日本には生活保護というシステムがあって本当に良かったですよね。日本の皆さん。けどそれに甘えてたら絶対いい人生送れないですからね。だから生活保護から抜け出した人を僕は知ってますけど、やっぱり生活保護から抜け出した人はやっぱり気持ちよく生きてますよ。はい。だからまあ今そういう境地にいる人がいたとしても、まあ、頑張って抜け出してほしいなと思います。節約家、倹約家の私が言いたいことはそういうことです。はい。そうですね。はい。僕は生活のレベル上げないんでね、いくら金持ちになっても。はい。そうですね。はい。全く上げないことはないですよ。けど、階段一つ登るほど上げてないですから。はい。ということで飲み終わりました。真夜中の一人語り以上で終了となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。今日も良い一日をお過ごしくださいませ。